では皆さんにもたっぷりこの嬉しさが伝わったところでですね、フォトセッションに行っちゃうんですけど、どうなんですかね、メイクなんて用意してないんですよ、ティッシュぐらいないですかね、そんな使ったティッシュでもいいんですけど、ね、ではまずはプレスの皆様よりまず中央に目線をお願いします、はい、まずは中央、先方中央ですね、はい、中央にお願いします、はい、こちらからすいませんお願いします、チームの皆様よろしいでしょうか、はい、はい、このまま手をつないだままお願いします、プロデューサー、はい、こちら何か動きつけてもらえますか、大丈夫ですか、じゃあムービーに向かって手を振っていきましょう、じゃあ手をつないで、はい、左とありますから、下に手を下手とずっと、あっちもですね、はい、よろしいでしょうか、ムービーカメラの撮影こちらで終了いたします、では続きましてお客様による撮影タイムとさせていただきます、はい、どうしましょうかね、目線をじゃあ順番にブロックで送っていただきますか、じゃあ、はい、まずは左側からいきましょう、はい、こちらです、はい、順番に撮っていきます、すごい電車の音はい、手繋いでください、はい、手繋いでください、手繋いでもらって、はい、はい、はい、ではじゃあ次いきますよ、はい、真ん中の左側の方いきます、真ん中の左、はい、こっち側、真ん中のブロックの左側、はい、はい、お願いしますバヤさん、すごい、そう、ありがとう、はい、伊豆さん素敵です、伊豆さん素敵です、伊豆さん綺麗、ちょっと元気になる、素敵素敵、ではこちらで一般の撮影タイムは終了させていただきます、皆さんありがとうございます、では最初にご挨拶いただきたいのですが、その前ですね、本日は原作者の津崎さんがいらっしゃってるということで、こちらにいらっしゃいますか、私先生お立ちいただけますでしょうか、いらっしゃいました、皆さんお邪魔しております、大丈夫ですか、ジャンマイク、はい、ありがとうございました、ちょっと涙で本当になんかちょっと感極まってしまって、いい映画にしていただいてありがとうございました、本当に聞いたことにも言えなくて、本当あそこで見させていただいたんですけれども、メモがこぼれるシーンから、あとはもうずっとすすり泣きが聞こえていて、なんか私も内容も先も分かっているんですけど、なんですけど、でもメモがこぼれた後のシーンは映画じゃないとできないなって本当に思って、おじさんがこう街の中を歩いてらっしゃるシーンが一番こうグッときました、ありがとうございました、監督より皆さんに最後に一言いただけますか、はい、本当にまず
演者のキャストに恵まれてこういう映画ができたこと、そしてプロデューサーはじめ本当に制作スタッフに恵まれてこういう映画ができたこと、あとは実は雨との戦いもあったんですね。そういう自然との戦いの中で勝ち越えたこと、これが本当に僕の中での、心の中ですごく期するものですね。皆様の心に通じていただいて、認知症というものが、悲しいかな、その遠い病気ではなく身近な病気として、皆様の中でポジティブにプラス思考に受け止めていただけたら嬉しいなって思っております。またこれが海外で評価され、先ほど聞きましたけどその中国で公開されるということで、中国のことなので経費が出ないかもしれませんが実費で行きたいと思います中国の劇場で、親父の写真を持って、この映画を見たいと思います。ありがとうございます。Tokyo Borderless TV.